はい、皆さん、ワッツアーバッパー翔太でございます。現在はですね、モンゴルの首都ウランバードルに来ております。今回はですね、ちょっと聞いた話によりますと、モンゴルの北側、ロシアの国境沿いにですね、たった一人の日本人女性が住んでらっしゃるということで、どうしてわざわざそんなロシアの国境の辺境の地に日本人女性は住んでるのかということですね、今回は実際に訪れてみたいなと思います。とは言ってもですね、モンゴル巨大です。世界第2位の面積を誇る内陸国ということで、今回も長旅になりますが、行ってまいりたいなと思います。バモンです。はい、ということで、モンゴル初列車なんですけど、これがですね、モンゴル縦貫列車って言われてるみたいで、まあ、中国の北京から、モスクワまでつながってるみたいなんですけど、まあ、今回国境の街までということで、約9時間かけて、国境の街まで行くんですけど、いやもう駅のホームとかですね、電車の感じ、人々の感じがですね、全く違う異世界にいるような感じです。東南アジアと全く違って、いやおもろいなー。 OK、 まずここはですね、モンゴルの電車でございます。おお、寝台でしたか。ちょっと興味深いです。はい、締め中。はい、ということで皆さん、こんな感じで9時間、行きたいなと思います。 Let's enjoy together、your neighbors。 はい、ということで出発でございます。バイバイウランバードル。ちなみにですね、トイレってこんな感じです。シンクがあって、こんな感じで鏡があって、で、こんな感じで押してこうシュッシュするパターンです。てかさ、こんな感じでトイレはもう垂れ流しって感じです。はい、てかで飯いただきます。モンゴルに来てから肉食ばっかりだったんで、野菜いただきたいなと思います。はい、ということで皆さん、着きました。9時間かけて着いた場所がですね、スフバードルっていうところでございます。いや、列車の旅最高でした。もう景色がですね、広大すぎてめちゃめちゃ気持ちよかって、もう9時間なんかあっという間でした。日本から約3100キロ、スフバードル市はモンゴルの北端に位置する地域です。ということで、ここから日本人が暮らす町へと向かいたいと思います。はい、ということで皆さん、ここがですね、モンゴルとロシアの国境、アルタンブルグっていう町でございます。まあ、建物はですね、すごい古い感じで、これがなんかやっぱ社会主義の国だった時の建物が残ってるんですかね。もうこの道ですね、ずっとまっすぐ行ったらもうロシアでございます。結構ですね、大型のトラックがブン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 走ってるなって感じです。まあ、この町はですね、なんか聞いた話によると水道とかも通ってないらしくて、まあ、電気は通ってそうなんですけど、水道とかもない、町みたいで、まあ、有名なのはですね、もともとモンゴルはですね、清に征服されてたってことで、モンゴル独立した際にですね、清と戦って勝ち取った、場所でございます。まあ、この国境の街ではですね、ロシア人っぽい顔した人たちが見かけられるということで、多分ロシアからモンゴルに来たんかな。まあ、ウランバートルにはですね、何人かロシア人の人と出会って、まあ、話したんですけど、まあ、彼らはですね、戦争を行っている間はですね、ロシアから違う国で逃げてるっていう感じらしくて、なんか彼らの友達もなんか戦争に徴兵されてるみたいなんですけど、まあ、彼らは絶対行きたくない、そんなゲームには参加したくないっていう話、言い方をしてたんで、今ずっと海外に、モンゴルとか、カザフスタンとか、その辺の国に、ロシアの近郊の国に逃げてるっていう形らしいです。はい、いやー、なんていうんですかね、もう国境に来て初めてモンゴルの北上、一番北に来たんだなって実感します。この一歩向こうを越えればロシアですよ皆さん。うわー、ついにここまでやってきたか。そんな国境の町に暮らす日本人とは一体どんな人なのでしょうか。はい、ということで、はじめまして、翔太でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ともこです。ともこさんで旦那さん、おちょくんです。はい、おちょ、おちょ、日本語で喋る方がいいんですか、英語で喋る方がいいんですか。でも彼は英語わかんないあ、そうだよね。日本語少しだけ、少しだけ、はい、この子は英語わかんない。日本語、英語、モンゴル語のミックスやね。そうですね。おー、ということで、すいません、なんか今回は
訪れてみました、モンゴルのスフバードルに滞在されてるってことで、はい、はい、よろしくお願いします。いいですか？どうぞ。行ってみましょう。はい、ということで早速トモコさんに連れられてやってきたのは市内のとある工場。ここがトモコさんの工場。そうです。今は工場に生活されてるんですか？今そう、仕方なく工場で来てます。あ、そうだよね。おお、お邪魔します。お風呂行きたいときは外 の、 あのお風呂屋さんに行くんです。お風呂屋さんなんですか？なんかシャワー。でここで今滞在されてるって感じなんですか？そうですね。お茶漬けやね。あ、ちゃんか、味噌汁。味噌汁。日本食にこう恋しいとかなったりしないんですか？ないですね。ないんですか？モンゴルの食べ物にも満足してる感じですか？食材には、はい、そうですね。ということで、モンゴルはいつ来たんですか？いただきますね、コーヒー。ありがとうございます。初めて来たのは97年。ってことは、26年前。ですね。なんでモンゴルだったんですか？あの、学生の時にね、はい、モンゴルの歴史を専攻してて、はいはい、あ、学生の時に、はい、それで、あの、留学してきなさいって先生に言われて。あ、そうなんですね。はい。で、モンゴルに来て、そこからモンゴルに、なぜ住むようになったんですか？まあ、いろいろあったんだけど、あの、私たちの世代って、本当あの、ミレニアム世代って言って、就職氷河期だったんですよ。本当にね、割り送った世代で、2000年ぐらい卒業の人たち、はい、大学卒業の人たちって、大学入る前にバブルは弾けるわ、うん、就職できないわ、みたいな、本当大変な世代だったんですよ。はいはいはい。そんな将来的な不安から、トモコさんは大学卒業後、すぐに留学経験のあるモンゴルに渡り、映像コーディネーターとして日本の番組制作などに携わられています。そこで、トモコさんにある大きな転機が訪れたそうです。え、今、じゃあメインでやってる仕事はその映像コーディネーター？映像コーディネーターメインでやってるっていうか、あの、身入りがいいっていうか、暮らしに役立つっていうか。そんな感じで。そうそう。で、あの、それをやってる時にですね、あの、日本の養蜂場をこう回る5分番組があって、世界中の養蜂場を回っていくみたいな、結構面白い番組があるんですけれども、で、その取材のお手伝いをすることになって、それをやった時に、あ、養蜂ってすごい面白いんだと思って。じゃあそっから養蜂し始めたって感じですか？はい、それが2015年。ああ、そうなんですね。取材をきっかけに蜂蜜作りに興味を持ち始めたトモコさんは、モンゴルで養蜂業を営む株式会社ミハチを設立。今ではモンゴル最大の蜂蜜瓶詰め工場を経営されています。蜂蜜でもやっぱり、他と違うのはやっぱり日本人が作ってるっていうところだったから、うん、私のことを知ってもらわないといけないというので、すごいテレビ出たりとか SNS で発信したりとかして。今日なんか電車でホームで待ってる時に、なんかモンゴル人のおっちゃんが、どこ行くんだよね、スフバードル行くって、なんでスフバードルって聞かれて、日本人の女性に会いに行くって言ったら、トモコさんのこと知ってらっしゃったんですよ。そうですよ。すごいモンゴルで有名なんですね。そうなんです。おー、そういう SNS とかで出てるから、やっぱりそういうみんなに知られてるって感じなんですか？そうですね。で、なんかテレビのリアリティショーとかにも、 あの結構頑張って、本当はそんなになんか目立ちたいわけじゃないんですけれども、ブランディングして出てるんですよ。なるほど。そんなともこさんの養蜂場を明日見学させていただけるということで、今夜はお家に滞在させてもらいます。乾杯。はい、ということで皆さん、現在着いたのがですね、ともこさんが経営する蜂蜜農園でございます。皆さん見てください、この広大な土地にある蜂のボックスがめちゃめちゃもう音が聞こえております。今からともこさんたちが作業するって感じなんで、ちょっと見せてもらいたいなと思います。こんな感じの蜂のボックスがいろんなところにあるって感じなんですか？そうです。ここら辺には20個だけ落ちて、はい、山の方にもいっぱいあるんですけど、へえ、取れる蜂蜜が変わってきて、ここは本当にあの砂漠みたいなところで、はいはい、蜂には結構過酷だから、はい、そんなにたくさん置かないで、ここに置いた後結構弱っちゃうんですよね、蜂がね。なるほど。これトモコさんの従業員の方たちです。
が今から蜂蜜を取るみたいです。And bees collect? Yes. These flowers, juice. Oh, that flower. Yeah. これプルームの葉っぱの匂い嗅いで。どんな匂い？お、レモングラスみたいな感じですかこれ。お、いい匂い。タイムの花から集められた蜂蜜は蜂蜜の王様として知られているらしく、寒暖の差が激しいモンゴルの自然で育つ植物は蜜が濃厚で芳醇な香りがする世界でも珍しい高山植物の蜂蜜だそうです。で、このやっぱり違う花から取ってきた蜜ってやっぱり味が違うんですか？蜂蜜全然匂いも味も色も違う。ほー、牛のうんこを入れて燃やすみたいです。すごいやり方やな、初めて見た。煙をね、嗅ぐと蜂がなんかおとなしくなるんです。へぇすごっ、ごっつい量。いやすごい量。え、何ヶ月ぐらいでこれだけ蜜溜まるんですか？あ、これはもうほんと1週間とかでね。1週間にこんだけ、わぁ、めっちゃ食べてきた。行ってくるでしょ。蜂に刺されたことありますか？毎日刺されるの。それは怖い毎日今は何されてる作業なんですかね？今蜂すごい繁殖して、あの数が多くなる時期なんですよ。はいはいはい。で、数が多くなると、あの暮らすスペースが足りなくなるので、はい、その暮らすスペースを徐々に増やしていってあげる作業と、あ、そうだね。で、蜂が多くなれば多くなるほどやっぱりあの蜂蜜の量も増えていくので、うん、蜂が住みよくして増えやすくして、なるほど、はい、増やしていく感じ。ここでとも子さんたちが作った蜂蜜はモンゴルの中のスーパーや海外へと輸出されます。しかし、モンゴルで事業を成功させるまでの道のりはそう簡単なものではなかったそうです。蜂蜜ってそもそもモンゴルって限界の場所なんですよ。蜂ができる、養蜂ができる。そのもうギリギリ、もうほとんどできないみたいな、あの厳しい環境。厳しいし、うん、あの日本なんかは日本ミツバチみたいな野生のミツバチがね、暮らせる環境なんですけれども、うん、モンゴルは野生のミツバチなんて暮らせない。寒すぎて。寒すぎて。マイナス40まで行くのね。そう。だから無理くりもあの蜂を飼ってるっていう感じで、だからもちろん取れる量も少ないし価格も高いんですよね。あ、なるほどね。あの他の国の蜂蜜よりも、はいはい、まあすごい蜂蜜工場をやるっていうのは投資もいるし、うん、人も必要だし、はいはい、だから必然的にこう使う時間、社長業っていうのはすごく長くなるんだけれども、実際ここからお給料もらえるようになったのは今年からで。あ、そうなんですか。8年目で。そう。それまではちょっとボランティア。ボランティア。そう。モンゴルで大変なことってありますか？どうなんだよ。でも私人生の半分以上モンゴルじゃないですか。もう、うん、モンゴルの大変なことっていうのはもう多分あるんだろうけれども、例えばなんか道がすごい悪いとか、そのインフラが悪いとかあるけれども、うん、なんかそれもなんか当たり前のこととして分かってるし慣れてるしみたいな、うん、そんな、だからモンゴルだから大変と思うことはほとんどないですよね。はい、ということで皆さんやってまいりました。ここがですね、違う方向からのロシアとモンゴルの国境でございます。いやーすごい、向こう行ったらロシアでございます皆さん。しかもサンセット終わってもだけどめっちゃ綺麗。こんな辺境の地に同じ日本人の一人が滞在されてると思うと、すごいところで、しかもモンゴルってめちゃめちゃ人気やね。今さっきも写真撮ってって言われてね、うん、おかげさまで。なんか、はい、でもモンゴルのやっぱり好きなところはやっぱり人ですか？そうですね、はい、人と、うん、あとあの私田舎育ちなので宮崎出身で、うん、あのうちのばあちゃんとかもすごく花が好きだったりとか自然が好きな人だったし、うん、ちっちゃい頃からあの山の草木なんかもすごく好きだったから、うん、モンゴルの自然もとっても好きですね。あ、うん、自然やばいですねモンゴル。そう、なんかこう、ね、自然すごい、なんか全然違うでしょ。なんていうのかな、捉え方としては、うん、やっぱりその農耕民族っていうのは自然を克服するんですよね、うん、その
日本は、うん、自然に対してその人間の村を作っていく、はいはいはい、モンゴルの人はこう自然の中で住めるとこを選ぶために遊牧をしてきたんですよね、はいはい、なるほど。だからこう自然に対抗せずに、うん、自然に合わせて許されるところに住むみたいな感覚なるほどは全く違って、うん、あのウランバートルに住んでる人たちでも引っ越しの頻度とかめっちゃすごいんですよ。さすが遊牧民。そうそんな近所でも引っ越すんだみたいなあの、面白いですね。面白いですね。まあ、なんで日本人の方もやっぱ自然好きにはぜひ来てほしいですね。そうですね。もうなんか地球がこんなに大きいんかと思うぐらい広大ですもんね。そうそう、うん、日本から遠く離れた場所で暮らすたった一人の日本人、試行錯誤を得て作られた上質な蜂蜜は、智子さんのパワフルな精神とユーモアがあるからこそモンゴルの人々から愛されているのだと感じました。あと智子さんの蜂蜜食べてみたいです。どこで食べれるんですか、はい、また日本人の方もし食べたい人、ね、日本にいる方だったら今パクスモンゴリカっていうサイトに通信販売でネット販売してるみたいなので、あ、そうだよね、はい、そこから買っていただくか、もうそれはもううちから買ってくださった方が売ってるので、はいはいはい、私は直接タッチしてないんですけれども。なるほど。あとモンゴルに来られた人たちは ほぼ全てのスーパーマーケットチェーンには置いてあるので、トモコ、トモコズビオハニーっていうやつ、トモコズビオハニー、はい、僕ウランバードルまで帰っててチェックしますわお願いします、はいはい、まあ、概要欄の方にもあのリンク貼っとくんで、 ありがとうございます、はい、あと私の YouTube も大人気、まだ貼っとくんで、ね、はい、皆さんもしよかったら見てください。まあ希少な蜂蜜ですもんね、ここでこの広大な自然で採れた、ね、ね、あの日本で売ってる普通の蜂蜜を想像すると、うん、ちょっとびっくりするかもしれないっていう、なんかパンチがある味がしたりとかして、はいはい、あの美味しいって思う人もいるし、すごい癖があると思う人もいるような蜂蜜ですので。あ、そうなんですか、うん、楽しみにしておきます、はい、はい、まあ、ということで、まあ、1泊2日でしたけど、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、また来てください。また皆さんも、ぜひスフバードルに来てトモコさんに会いに来てくださいね、はい、うん、ということで皆さんありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。